エゼルウルフ、エゼルウルフ、エセルウルフ、858年1月13日は、ウェセックス王、在位、839年から858年。ウェセックス王エグバートとヒレドブルガの子、アルフレッド大王の父、ローマ帝国が撤退した後の中世初期、イングランドでは、もともと、ブリテン島に住んでいた、ケルト人と、ユトランド半島などから海を越えてきた。 アングル人、サクソン人、ジュート人がそれぞれ王国を形成していた。小さな王国を含めれば100を超えるが、伝統的に7王国時代と呼ばれている。これらの王国は、相争って、しのぎを削っていた。ウェセックスは、サクソン人の築いた王国の一つで、マーシアに従属していた時代もあったが早々に、独立し、旧世紀半ば以降、急速に力をつけてきていた。 しかしその時代はまた、バイキングがイングランドに、たびたび襲来した時代でもあった。エゼルウルフはその知性の間に、カロリング常識の政策を進め、高難療法の手段を用いて、ウェセックスの勢力範囲を広げた。エゼルウルフのなしたことで、しばしば言及されるのは、従属国を直接統治に切り替えたこと、中央集権化、土地政策の転換、851年の、 タイバイキング回戦勝利、そして巡礼と性別で王の威信を高めたことである。以下、分野別に解説を進める。858年に死を迎えたが、息子らの相続争いに巻き込まれ、不遇な晩年を過ごした。従属国を持つ王国は、王が本国を統治し、息子や腹心を家王に任じて従属国を統治させた。王といえども従属国内にひとたび入ると、 カ王の命令に従わなければならなかった。例えば、エゼルウルフが、ケントした王だった時、エグバートは、ケントにいる時は息子エゼルウルフの命を仰いだ。ウェセックス王に即位したエゼルウルフは、この方式を、改めて集権化に努めた。従属国の貴族に直接金品を貸ししたり、本国、従属国全体で使われる効果は、エゼルウルフの肖像を刻印したのは、 王はあくまでウェセックスのエゼルウルフであると印象づけるためだった。カ王はそれまで自分の名で霊状を出したり、従属国内では自分の貨幣を流通させていたが、エゼルウルフ時代にはこれが見られなくなっていた。土地政策でもエゼルウルフ時代にはその所有形態に変化が見られた。従来の土地所有は土地税がかかる上に、 複数の子に分けるときなどに分割できない制度になっていた監修保有地。新しく出てきていた直居保有地は王がひとたび直居を出せば、その後売買、譲渡などが自由にできた上、税もかからなかった。エゼルウルフは直居保有地への転換を一挙に進めた。当時の貴族は競って教会に金品を寄進していたので、この転換で収入の増えた貴族に支持されただけでなく、 教会かからも信頼された。このこのとががききっっけで、敵味方がはっきりしない、国境付近の有力者たちもエゼルウルフのウェセックスになびいた。歴史的には直虚保有地下政策はイングランドが封建化する転換点ともなった。エゼルウルフが軍技と行為を重んじる戦術を好んだのは息子アルフレッドのトップダウン式軍隊式とは対象をなした。 アングロサクソン年代期は840年代、初頭からバイキングの襲来が次第に得ていたことを記録している。バイキングの襲来、略奪、撤収という当初の行動パターンが850年にはイングランドで不意を越すようになっていた。ウェセックスはたびたびバイキングと感化を交え、843年には敗北を喫するが851年、エゼルルフ、 エゼルバルド及び彼らの軍隊がアクレアで、デーン軍、バイキングと戦い、完全勝利を収め、敵のネジロカンプなきまでに叩き壊した。戦勝の方は、シャルル二世の西フランクにまで届き、エゼルウルフの名声を高めた。ローマは、当時のイングランド人にとって聖地であり、ローマへの巡礼は大たるものの悲願であった。しかしその道は遠く、エゼルウルフの父エグバートは、 旅の途中で落命していた。エゼルウルフも父に習い、ローマへの巡礼を決意した。フランク王国に、巡礼のため国内を通過する要望を願い入れ、エゼルウルフは父がなしえなかった偉業をなした。当時のヨーロッパ大陸の人々にとっては、辺境の島国の王が巡礼にやってきたことは、一大ニュースとなった。教皇ベネディクト三世の伝記作家によれば、エゼルウルフのローマ到着は、 大変な群衆で迎えられ、四イブラの輝くばかりの黄金の王冠、金で縁取られた美しい剣、四脚の銀白の器、メダル装飾が施された純白の絹のシャツ、金紙の編み込まれた大きなベールを献上し、それに劣らない贅沢な品々が可視されたという。これによって、エゼルウルフと彼の王国ウェイセックスはイングランドのみならず、西ヨーロッパ全域に知れ渡った。 文明化やン化の差は、当時は、キリスト教への信仰への度合いで決まった。それゆえに、エゼルウルフは、即位や結婚で、キリスト教式の方法を取った。現在も、イギリスで王が退官する際、カンタベリー大主教が聖油を被体などに注ぐ性別を、行う。エゼルウルフは839年に王位についた時、フランク王国の儀礼に習って導入した。さらに二人目の王妃に、 フランクからユーディスを迎えた結婚式でも性別を行った。このことは王妃の地位を高め、王妃の役割が礼拝、天礼において王のそれを補完するものとなった。南にはイギリス海峡を挟んで西フランク王国、北にはマーシアと隣接していた。エゼルール不知性はこの両者と友好な関係が続いていた時代である。互いに関係が良好であったのは 共通の敵がいたからに他ならない。西のブリトン人小王国、海岸に来航するバイキングがそれである。この時期マーシアは最盛期を過ぎて、斜陽の時代であった。エゼルウルフの時代に、バークシャーがマーシアからウェセックスのハントに組み込まれているが、この時期、マーシアと戦った記録はない。当時タイバイキング、タイブリトンでたびたび、マーシアと共同出兵しており、 援軍の代償など外交上の理由で支配権が移ったのではないかと指摘される。フランク王国とも父の時代から親密な関係を保っていた。エゼルルフがローマに巡礼する際に通過を許しただけでなく、ローマからの木と3ヶ月にわたってシャルル2世への艦隊を受けた。西フランク王国の友好国がウェセックスであることもブリテン島の中ではウェセックスの白をつけた。 また、人的交流も盛んであった。八百四十年代の記録に、フェリックスなる、フランク人が、エゼルウルフの出した文書には、私が責任を持つと語った記録があり、エゼルウルフに強い影響力を有していたことを示唆する。エゼルウルフが、フランク王国風の姿勢を敷いたのも、両国の盛んな交流があってのことだった。エゼルウルフは五人の息子へ、うち四人が成人した。 このことは、エゼルウルフの地位を誰が継ぐかを問題にした。長子相続であれ何であれ、明確な規定も慣習もない七王国時代においては、王の代替わりが起きるたびに、かいが起きていた。エゼルウルフの知性も例外でなく、八百五十五年、バッシアルフレッドを伴って、ローマ巡礼に赴いた時にことは起こった。アッサーの伝記によれば、エゼルウルフ王がローマから戻ってくるまでに、息子、 次男、エゼルバルドと取り巻きたちがとんでもないことを仕組んだ。クーデターを起こし、王を国外に追い払ってしまおうというのである。ルスを狙った、このクーデターが内乱に発展し、全王国を東西に分けることで決着した。東を、エゼルウルフが、クーデターを起こした息子、エゼルバルドが西を、それぞれ領した。その後エゼルウルフは、自分の死後、 コラが不必要に争わないように相続について取り決めた。エゼルウルフは個人的な領土と政治的な領土をそれぞれ息子、娘、親類に配分した。エゼルウルフは二度結婚している。一人目はオズブルガ、オズブルフで、コラはすべて一人目の日、オズブルガが産んだ子である。オズブルガは十都人あるいは五都人の支配階級と推定され、 ワイト島を漁していた。第二子エゼルバルドの名が840年以降、直居場などに見られることから逆算すれば、二人の結婚は839年以前であったと推測される。二人目は、西フランク・オーシャルル二世の娘ジュディスで、結婚した時12歳、エゼルウルフが858年に死んだ時点で15歳でしかなかった。この日ジュディスは夫エゼルウルフの死後、 その息子エゼルバルドと結婚したことで、比較的有名な存在である。ママ母との結婚について、神の近畿と偉大なるキリストに背き、不信心な快楽に手を出したなどと批判されてきたが、フランク王国の記録には何も残っていない。それどころか、教皇の承認があれば、ママ母との結婚の正当性は保てるという記録も、ある。 実際のところ中世初期において、父の死後に、ママ母と結婚する例は、ブリテン島のみならず、ヨーロッパ各地で広く見られたことである。この目的は、玉座の世代交代をスムーズにすることである。結婚時の性別によってジュディスは、王妃としての威信を備え、新しい王、エゼルバルドが、すでに威信を持ったジュディスと夫婦となることで、王国の求心力低下を防いだのである。 エゼルウルフは、エグバートとアルフレッド大王の間に挟まれ、あまり目立たない存在だった。シェルバーン宗教アッシャーが888年に書いた、下、アルフレッド大王の伝記で、エゼルウルフについて触れられている以外は、まとまった量のものはない。しかし、ウェセックスの勢力範囲を伸ばし、アルフレッド治世、871年から899年、 で繁栄を迎えるための基礎を築いたのは、ゼルウルフだったと指摘される。公式文書などの資料からは、エゼルウルフは、ウェゼックスやケントの貴族の支持を保ち続けることに、不審し、特に、セイン、戦士たちを厚く偶したジャネット・ネリソンは言う。1780年、ウィルトシャーのレバーストックで、直径1インチの金のリングが見つかった。キリスト教のシンボルで装飾され、 エゼルウルフレックスすなわち国王、エゼルウルフと国印が施してあったリーグは競争な戦士の一人に可視されたものと推測される。旧世紀の王権を維持し得たのは、こうした進化の指示があってこそのことなのだ。はじめの日オズブルがオズラックの娘との間にご難一条を設けた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。